タメウジ本源氏物語系図は、古経図に分類される、源氏物語系図の一つ。二条タメウジによる著者と伝えられるため、この名称で呼ばれる。ただし、本書の書体は、タメウジ風の書風であるとは言えるものの、二条、タメウジの真筆であるかどうかは不明である。奥書きに、右、貫大納言タメウジ教とあり、箱書きに、源氏物語系図。 ためうじ教室とあるため二条ためうじ室とされ、ためうじ本源寺物語系図と呼ばれる。二条、ためうじの新筆であるかどうかは不明であるものの、本社本が著者された時期は二条ためうじが活動していた、鎌倉時代中期を下らないと見られる。九枚高蔵元、三言教科文小倉。源寺物語古形図の中では最も原型に近いと考えられる九条家本と比べたときには、 いくつかの点で、はっきりとした、造歩の痕跡が認められる。池田機関は、このためうち本源寺物語固形図を、そのような、造歩本系統の代表的な源寺物語固形図であるとして、九条下本、小華本と共に代表的な源寺物語固形図の一つとして、源寺物語体制研究資料編に本国を収録している。本 ためうじ本源寺物語固形図は以下のような部分から成り立っている。この構成は多くの源氏物語固形図と同様のものである。系譜部分に収録されている人物の数は177人である。この系譜部分に収録されている人物の数を以下のように様々な固形図について調べ、人数順に並べてみると以下のようになる。このように、 ためうじ本古形図の177人という人数は、源氏物語古形図の中で、最も原初的な形態を保つとされる球場画本、及び球場画本系統の書本と比べるとかなり多い。ものの、昇華本や天文本ほどの人数ではなく、時は一子が唱えた系図に収録されている、系譜部分の人数が少ないほど古く、 原型に近いものであるとする法則に当てはめると、増補されたと考えられる系統の中では最も少ない古系図の一つであると考えられる。本系図の末尾には、以下のような薪名目録が記されている。この薪名目録は、以下のような特徴を持つ。巻末に別紙を継いで以下のような式語が記されている。池田機関は、このためうじ本古系図と、ためうじ本に近い内容を持つ。 古形図の初本を総称して、ためうじ本系統と命名した。池田は、源氏物語古形図としては、祖本といえる九条下本古形図と比べたときに、内容が増補されている多くの古形図は、このためうじ本の影響を受けて成立したものであって、このためうじ本は九条下本を除いた古形図の祖本に位置すると考えたが、より多くの古形図を詳細に調査した、ときわいかずは、 池田が、ためうじ本系統の特色としたものの中には、ためうじ本系統の中でも例外が多かったり、球状下本系統の、ため定本に遡る等をためうじ本系統に、限られないものも多く、球状下本に属さない、造を本系統の固形図が全てこのためうじ本、固形図の影響を受けているとは言えないとして、池田機関の言うような、ためうじ本系統は存在しないとしている。 ありがとうございます。